その有名進学校に通うケースと、まあ、いわゆる地元の公立校に通うケースとかって違いはあるの？ないの？アメリカに関してはそういう研究蓄積があって、うん、エリートとされてる学校に行くとか、うんうん、ほとんど意味ないっぽい。あ、そう。っていう結果出てるんですよ。へで結構有名な例えば、うん、公立の中学とか高校ですごい進学校とされてるところとか、うんうん、あと僕が教えてたり、うんうん、行った大学みたいな有名な私立大学ってあるじゃないですか、うん、ハーバードとか、うん、なんかスタンフォードとかイェールとか、うんうん、そういうところに関しても、うん、なんかことごとく正確に効き目を測ってみると、うん、意味ないっていうか、特にそこに通った人たちに本当のインパクトを与えてないっぽいっていう結論が出るんですよ。でどういうことかっていうと、うん、なんか単純にその有名な学校に通ってる人と、うん、そうじゃない人たちっていうのを比べたら、うんまあ、なんかいろんな幸せの指標を見ると、うん、有名な学校に通ってる人の方がもちろんいい感じの場合が多いじゃないですか、うんうんまあ、もちろん今ここで成績もいいし、うん、でなんか大学進学率も高いし、うん、で多分将来の失業率も低いし、うん、収入も高いしって感じで、うん、だいたいいい感じの生活を送ってるわけなんですよ、うんうん、でなんだけど、うんこれが本当にそういう有名な学校に行ったおかげでそうなれたのかっていうのはちょっと別の問題ですよね、うんうん、でもしかしたら確かにそういう有名な学校がすごいいい効果を持ってて、うん、そこに行ったおかげでみんないい感じの生活ができてる可能性はありますよね、うんうん、だけどそれ以外の可能性もあって、うん、単純にそういういい感じの生活ができるような、うん、そもそも能力が高かったり、うん、そもそも恵まれてるような人たちっていうのがいて、うん、でその人たちはいい感じの生活も手に入れられるし、うん余力もあるし能力も高いから、うん、いい学校にも行けてるだけかもしれない、うんうんうん、だからすごい人たちは、うん、すごい学校のおかげですごくなれてるんじゃなくて、うん、単純にそもそもすごい人がすごい学校に行けてるだけっていう可能性もあるんですよね。なるほどね。そうするとやっぱり一番、まあ、その研究では判明しないだろうけれども生育環境とかその親にどれぐらい経済力があったかみたいなそういうところの方が重要になってくるっていうことだと思います。なるほど。アメリカに関してはだいぶそのあたりいろんなタイプの学校についていろんな分析が行われていて、うんうんうん、あんまり効き目なさそうっていう結果が出て、うんうん、僕も例えばニューヨークのすごい有名な公立学校についての研究をやったりしたりしたことがあるんですけど、それも普通の学校に行く場合と比べて、うんまあ、日本でいう日比谷高校みたいな、うん、そういう トップの公立高校に行く場合を比べると、うん、同じような人たちがその2つに行った場合だと何の差も生まれてない、うん、いうような結果が出てるんですよね。